ふるさと納税は一人一人限度額が違います <music> こんにちは税理士の馬俊子です皆さんはふるさと納税ってご経験ありますでしょうかえもう結構前からですね話題にはなっているんですけれども結局ふるさと納税やりたいんだけれども いくらやったらいいのか分からずに結局やらないままっていう方も意外と多いのかなというふうに思います。でこれなんでなのかっていうとですね実ははふるさと納税は 一人一人限度額が違うんですよで、限度額って何の限度額かっていうと税金の金額が安くなるその影響が出る限度額ということですそれ以上やったからといって別に悪いわけではないんですけれどもまあ、せっかくやるならその税金に影響がある範囲のギリギリ 多い金額までやりたいねっていう人が多いので限度額限度額という言葉を使うわけなんですで、じゃあこの限度額ってどうやって計算すればわかるんだろうということそれを今日はご理解いただければと思いますはい こちらですいきなりですねこの複雑な計算式ですね住民税所得割額る2を90%の所得税率かける1 0 2 1 ÷ 1 0 0 2 0 0 0たい住民税所得割額っていくらなのか自分のそして所得税率っていくつなのかこれもわからない。 この辺ですねちょっとご自身の所得税率がわからない方って本当に多いと思うんですよ。で日本の所得税っていうのはあの収入が多くなれば多くなるほど率が高くなってくるっていうそういう仕組みになっているので自分がどの段階にいるのかっていうのはその時点で変わってきます。でふるさと納税の限度額を計算するためには例えば今年であれば令和2年に 所得となる金額を元に計算をしなければ出てこないので、これがやっぱり計算しにくい原因の一つなんですね。なぜなら一月から十二月までの収入がまだ確定しないうちにこの限度額がいくらぐらいなのかを把握して十二月三十一日までにふるさと納税をしなければいけないわけなんですよ。 なので皆さんなんか年末ぐらいにもぞもぞしてきますよねなんかふるさと納税ってやった方がいいんだよねやった方が税金安くなるんだよねだけど自分の税金がいくら安くなるのかもわからないしいくら払ったら自分が限度額なのかもよくわからないとりあえずシミュレーションやってみようって思うけどシミュレーションになんか自分の場合は当てはめていいのかどうかわかんないみたいなそういうモヤモヤがみんなあると思います。 皆ささん同じでですので安心してくださいあの仕組みさえ分かればですね結構正確な数値を出せるようになりますので今日は最後までゆっくりご覧になっていってくださいまずふるさと納税で地方自治体にまあ寄付をするわけなんですけれども。 この寄付をした金額のうちどれぐらいが税金に影響してくるのかっていうところですねで実は所得税と住民税の2つに分けて控除をしてくれるという仕組みになっています、まあ、ただですね平成27年ぐらいからでしたかねワンストップ特例制度という制度がありましてこれは確定申告をしなくても年末調整で終わらせたい方のために、まあ、簡易的に 申告ができるようにワンストップ特例制度というものが設けられましたこのワンストップ特例を使った場合には所得税と住民税ではなくて住民税だけから控除を受けることになります。 まあただこれ結構誤解があるんですけれども所得税は受けられないから所得税で受けるべきだった分が控除されてしまうのかっていうとそうではなくて所得税で受けるべきだったものがこちらに上乗せされるっていうイメージなのでまあ損するわけではないというふうに覚えておいてくださいただまあ時期的に住民税ってそのふるさと納税をした年の次の年の5月くらいに課税通知書が届いて 6月の給料から反映されるものなのでなんとなく忘れてしまってなんかふるさと納税したのに損した気分だななんていうふうな声が上がったりはします。 はいでは話は戻しましてどういう計算で税金が控除されるかというところこれもちょっとざっくり計算式だけご紹介しておきますね後から詳しい当てはめられる公式をお伝えしますのでここはちょっと予備知識だと思って聞いてくださいまず所得税からの控除ふるさと納税した金額から2000円を引いた金額この金額に所得税の税率をかけた その金額がふるさと納税の金額になります。控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額の40%が上限。はい、もうこの時点でちんぷんかんぷんだと思います。もうね、こうこうこういうことになってくると、なんかもういいやって思いますよね。もうしょうがないと思います。はい、住民税の控除の方ですね。住民税の控除の方、もっと複雑ですよ。これです。てん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 。もう読み上げる気にすらならない。 難しすすぎわかんんないんですよもうこういう複雑な計算をしないとふるさと納税の金額って出てこないのでそれで皆さんねもういいやって思っちゃうケースが多いと思うんですよね。っていう感じでなんかもうわけわかんないわけですよ。 であのですね実はふるさと納税を紹介しているポータルサイトっていくつもあると思うんですけどまあそのいくつものサイトで公開されているすごく分かりやすい公式があるんです。で今日、ちょっと聡さんが公表している早見表を持ってきたのでそれをちょっと見ながら見ていきたいと思います。こちらですでこれを 見ると、なんかこれでも十分複雑じゃんって思うと思うんですけど、あの、これ実はですね、噛み砕いていくと結構わかってくるんですけれど、まずあらかじめ出しとかないといけない数字がありますね。それが、今年の課税所得金額っていうところと、住民税所得割額っていうところと、 あとはね、去年の所得控除の額が分かると、より分かりやすくなってくると思います。で去年の所得控除の金額、どこを見れば分かるのっていうと、お給料収入の方は、給料の源泉徴収票を見れば分かります。確定申告されている方は、確定申告書の控えを見れば分かるんですね。で、これ、まあ、見なくても今年の数字は出てはくるんですが、見た方が、漏れがなく計上できるかなっていうところです。で、これを、この3つですね、今の 今年の課税所得金額と住民税の所得割額と去年の所得控除の額この3つさえ出せればですねこの表に当てはめて自分のふるさと納税がいくらが上限なのか節税するためにはいくらまでだったら有効的なのかっていうことが分かってくると思います。はいいいじゃあいよいよいきましょう課税所得金額から 課税所得金額っていう金額はどんな金額かって言いますと前々回の動画で合計所得金額って何ってていう動画を出しましまたその動画をまず見てない方はご覧になっていただいて合計所得金額っていう金額から所得控除の金額を引いた金額が課税所得金額になります。 なので、まずご自身の合計所得金額っていうのを分かっておいてください給与収入の方であれば給与収入額から給与所得控除の金額を引いた額。 事業所得とか不動産所得の方であれば、総収入金額から必要経費を引いた額、これが合計所得金額になります。はいで、合計所得金額が分かりました。で、合計所得金額から所得控除を引いていくわけなんですけれども、この所得控除の金額を。 思い浮かべてなかこれがあったこれがあったって記憶に手繰り寄せていくだけではちょっと忘れがちなのでぜひ去年の資料を見てみてください去年の源泉徴収票去年の確定申告書を出してくるとあ去年社会保険料控除これだけ取ってたんだなとか小規模企業共済等掛金控除もこれだけ取ってたんだなみたいなことが分かってきますのでそれを見ながらご自身の所得控除ってどんなものがあるのかをピックアップしていきます。所得控除ここででおさらいですけど けれどもどんなものがあるかというとまず基礎控除ですねで基礎控除去年と大きく違うのは所得金額2500万円未満の方であれば今年から48万円の基礎控除を取れますので去年は38万円だったはずですが48万円というふうに読み替えてくださいそれから社会保険料控除ですね社会保険料控除の場合は お給料いただいている方、会社勤めの方であればですね、会社の給料から転引きされているはずです。その転引きされている金額というのは、源泉徴収票に出てくる金額なんです。ただ、今の時点で源泉徴収票出てませんので、毎月のお給料明細。 毎月のお給料明細の中で健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、基金とかに入っている場合はそういったものも含めて社会保険料の控除を全額受けられます。で、その合計額が今年いくらになりそうなのかっていうことなんですね。で、これも去年と大幅に収入が変わっていなければさほど変わらないと思いますので、去年の所得控除の金額にまあプラスアルファちょっと 上乗せしておくぐらいの金額っていう風なイメージでいるといいかと思います。それから小規模企業共済と掛け金控除っていうものがあります。これはサラリーマンの方であれば iDeCo をやっていれば iDeCo に支払った額ですね。これ全額所得控除の対象になります。だいたいまあ限度額24万円とかでやってる方が多いですかね。24万円とかあとかあは 事業主の方であれば小規模企業協済をやっていればマックス84万取れますので84万とかその辺の控除を取れてくると思います。また生命保険料控除、地震保険料控除これ特にですね、もう保険ってあんまり更新したりとか 見直しとかしない限りはほぼ定額なのでこれは去年所得控除を受けた後保険の解約とか方針とか見直しをしてない限りは同じ金額が取れると思っていいかと思いますそれから家父一人親控除ですね勤労学生障害者控除配偶者控除配偶者特別控除扶養控除このあたりはまあ人的控除になりますのでご家族の状況を見ながらご自身の控除がいくらなのかっていうところを計算してきます そして、漏れがちなのが医療費控除ですね。医療費控除、今年もし医療費がたくさんあって確定申告する予定であれば、それも見越しておかなければ所得控除の計算から漏れてしまいますので、ここで医療費控除。大体いい年間で自分と自分の家族が使った医療費の 合計額を医療費控除に使うと思いますのでその医療費の全体の額から10万円を引いた金額が医療費控除の金額におおよそなりますのでそのぐらいを見積もっておいてくださいそれからマ、まあ、ギ雑損控除寄付金控除ですねふるさと納税の他にも寄付があればそれを入れて見積もりますでこの所得控除の合計額をさっき出してきた合計所得金額から差し引きします でその差し引ききで出てきた金額が課税所得金額まで出ちゃえばもうね勝ったも同然ですね課税所得金額の約10%が住民税所得割額という金額になりますのでえ課税所得金額さえ出ちゃえばその10%の金額を当てはめて計算をしていきましょう。 はい、ではお待たせしました今日も太郎と花子を出していきますよえ太郎さん500万円花子さんが控除対象配偶者っていう位置づけで太郎さん今年はふるさと納税いくらできるのかっていうことを計算していきますはいではここに出していきましょうねえ給与収入太郎さん500万円の給給与与収収入入があります。給与収入500万円ですとこの表に当てはめるとですね給与所得控除が144万円取れますここですね、4番 収入金額500万円 ×20% プラス44万円ということの計算をすると144万円取れてきます。 144万円取れたので500万円から144万円を引いた後の金額が合計所得金額でしたよね。これが356万円になります。はい、ここから所得控除引いていきますね。太郎さんのおうちね、えーとまあ、配偶者控除、花子さん控除対象配偶者ということで配偶者控除38万円取れます。また、まあ、社会保険料控除、これは太郎さんお給料明細計算してみたら、まあ、50万円ぐらいだったと。 これちょっと少なめに見積もってますけれども50万円ぐらいだというふうに計算しますそして小規模共済と掛金控除太郎さん実はイデコやってるんですね結構新しいもの好きなのでイデコやってるんですで24万円の控除を受けられますあと太郎さん今年インプラントの手術をして30万円かかりましたで30万円かかったので医療費控除20万円取れますそしてまあ基礎控除 500万円の収入ですので合計所得金額が2500万円に及びませんなので48万円取れるという計算になりますはいここでまあ合計所得金額の356万円から38万50万24万20万48万を引いてきますと176万円が課税所得になります はい、これちょっと計算の途中ですけれどもこんんだけ課税所得って少ないんですよ。皆さん結構500万円の収入だと500万円で税率10%だったら50万円も所得税払うのみたいな感覚になると思うんですけど実はこれだけ下がった金額に税率をかけていくことになりますので 年収500万円だけど176万円に所得税率かけるんですよねだからそんなに税金ってびっくりするほど高く払ってないんですという風に今日気づいてもらえたらいいなと思いますねはいで課税所得金額は176万円という話に戻っていきますがそうすると住民税の所得割額が176万円の10%っていうのを見積もると17万ぐらいになりますよねそうするとね このさっきの里古さんから持ってこさせていただいた表に当てはめることができるんですよ。はい、この表に当てはめてみましょう。課税所得金額176万円でしたから、実は一番下ですね。太郎さんでも一番下です。太郎さんが年収500万円だけど、 課税所得金額一番下までで節約できているこれはどうしてここまで下げられているかっていうと太郎さん結構ちゃんと節税しようという意識がありますよねイデコやったりとかあとは医療費控除もちゃんとしようと思っているのであのそこの部分を大きく取ると所得控除を大きく取ることによって課税所得ってこれだけ下げられるっていう証拠ですよね。 176万のところに当てはめて寄付可能上限額が住民税所得税所得割額かけ九2 3 5 5 9プラス2,000円だとすると17万とするとこれがですね計算しますと 42, 円になりますこれが太郎さんの令和2年のふるさと納税節税のために有効的な限度額になるんですね。はい どうでしょう意外と少ないかなって思いませんでしたふるさと納税結構4万ぐらいだったらやってる人いっぱいいると思うんですよね実は節税対象になってない部分もあるかもしれないですねまあ全然いいんですよふるさと納税ってもともとの目的は地方に お金を分配ししてていきましょうっていうっ意図、自分のお世話になった自分を成長させてくれた年に大好きな年にお金を渡したいっていうそういう気持ちを汲んだ制度ですので限度額とかをあらかじめ考えてもう1円も無駄したくないとかってそういうふうに考える必要性は全然ないんですけれども、まあ、せっかくやるんであればせっかくやるんであれば有効的な範囲内で。 続けていけたらいいなっていうところが本来の意図だと思うので太郎さん4万2,050円の中でじゃあふるさと納税をしていきましょうはい今日はですねせっかくるさんのサイトから表をちょっと拝借したのでるさんの今現在のランキングの中から太郎さんがどれだけのふるさと納税ができるかっていうところちょっと見ていきましょうねランキング1位北海道紋別市のオホーツク海産ホタテ1キロ1万円です そして2位北海道別別市。紋別強いですね。やっぱりこの季節だから冬,冬だし、まあ、海の幸にちょっと心奪われる時期なので特大本ズワイガニしゃぶしゃぶセット2万2千円そして佐賀県の嬉野市佐賀牛英語しゃぶしゃぶすき焼き用肉1万円すごいなはいでこの3つでちょうど4万2千円です。 はいこれ4万2,000円ふるさと納税すれば太郎さん所得税の税額を控除することもできるし住民税の税額を控除することもできておいしい楽しいお正月を迎えることもできるっていうそういう感じになるかと思います。 はい、ぜひこの機会に皆さんもふるさと納税の限度額っていうのを知って、まあ、安心してこれぐらいだったらふるさと納税しても税金の控除があるんだからいいじゃないっていう気持ちでやってみたらいいんじゃないかなというふうに思います食べ物ばっかりじゃなくてね意外と家電とかもありますよ家電なんかは意外と金額が張ってしまうんですけれども限度額が結構ある方所得控除が少ない方だとこっちで取れば課税所得小さくできますからね その辺も加味して年内にふるさと納税チャレンジしてはいかがでしょうかはいではふるさと納税の限度額のお話ご理解いただけましたでしょうかこのチャンネルでは起業を間もない方や経理の担当者の方初めて確定申告をされる方などに向けて分かりやすく簡単な言葉で税金のお話をさせていただいております。 ぜひこの機会に登録ボタンそして通知ボタン2つクリックして帰ってみてください私税理士馬ばとし子はツイッターやブログなどでも発信活動をしておりますのでぜひそちらもご覧になってくださいではまた次の動画でお会いしましょう税理士の馬ばとし子でした